今回は、今後の展開、最終回までに回収してほしい伏線は、に対する読者の反応を紹介します。この動画は、単行本並びにジャンプ本誌のネタバレを含みます。何卒ご了承ください。それではどうぞ。オールマイトの静止、爆豪復活、しがらきの救済、あとは、セヨハンタの活躍、ホークスの希望の光、オールフォーワンの過去、黎明期の話は見たい。黎明期とかな7戦のワンフォーオールについては完結後の番外編とか出ると思ってる。どうやってワンフォーオールが受け継がれたのかとか、オールフォーワンがなんで強い感情を持てなくなったのかとか、すごく気になるから本編でやってほしい。映画の特典でオールマイトの過去は本編でちゃんと書かなきゃってホリー言ってなかったか。まあオールマイトの過去のットイコール歴代ワンフォーオールの過去だし、昔の話になるとヒーローアカデミア関係なくなってくるから、クレルにも限界はあるだろうな。歴史的ヒーロービラン6人のうち1人だけ詳細わからないと気になるよな。今週の青山くんの個性強くなってる話が地味に気になってる。デクも最初の方でワンフォーオールをちゃんと自分のものにするって宣言してるから、デクなりの進化で個性得意点突破するようなシーン来るんじゃないかと。お茶子が覚醒したみたいに、デクがヘドロ事件のことを爆豪に言うか。ヘドロ事件は今更本編に関係ないしどうでもいいけど、最終版でこのカット入ったのと、虫取り幼馴染の思い出シーン計3回書き下ろされてるから、幼少期の回想どっかで入る可能性はあるかもと思ってる。このブレイブが2代目ワンフォーオール変則リーダーのことなのかどうか。ブレイブのことがすごく気になるけど、ブレイブとしての情報がマジでこれだけなので、ほぼ全く話題に出す人いなくて寂しい。ミスターブレイブさんはたびたび話題になるけど、ジェントルのことは拾われた。地獄のトドロッケはちゃんと全員参加してくれた。ヒーロー社会の歪みについてもやってくれた。個性によって生まれる際も全力で言及した。割と大体本編でやったな。問題は大半は言及しただけで、回収や改善はまだまだこれからなところ。特にトガちゃん会とか本人一人満足しただけで、社会問題とかは課題山積みのまま糸口とかつかめたりもしてないからな。エピローグが相当長くなりそうな気がしなくもない。ヒロアカはエピローグがすごく気になるんだよな。問題解決に向けてこれから頑張るぞじゃなくて、頑張ってるところを具体的に見たい。ヒロアカファンとしてはもちろん見たいけど、少年漫画雑誌としては巨悪を打つストーリーが一区切りついた後、社会問題解決に向けて頑張る人たちの話を何話も連載させてはくれないだろうから、解決の糸口を皆で紡げるよう頑張ってますという数コマのダイジェストになるのはしょうがないかなとも思う。戦い終わって即完結はしないんじゃないかな。エピローグは結構しっかり書きそうというか書いてほしいな。ふわまわたちゃんも再登場するはず、楽しみ。個性カウンセリングの件は USJ の後ミッドナイトが触れてたり、キュリオス戦でも話に出てたりして、それが全部トガちゃんの回想に繋がってたというのが見事だった。ホリーの社会解像度の高さと、あんな初期から種まきかれてた事実に震える。それ関連で言うと、帽子の男が志村家に来てたことと、東野の遺体を拾って改造したことを、しがらき本人とエンデバーたちがいつか知ることになるのかどうかも気になるところ。デクを無個性判定したのがドクターっぽいのは何か関係あるのかね。これ気になるんだよね。エンデバートレイが行ってた病院にもドクターっぽい人いるし、いくつか病院経験してたりして2番に目をつけてたっぽいもんね。黒霧白雲と相沢先生とマイクがどうなるのか気になる。ラッパさんが霧島くんと再び会える日は来るのだろうか。黒の3歳登場待ってるやで。おばほもどうなるんだろうね。エリちゃんとのエンカウントはありそうだけど、やるとしたら終戦後なのかな。組長あのままはちょっと悲惨すぎるから治っててほしいな。言うてヤクザの組長だからな。組長が何年寝てるかわからんけど、場合によってはエリちゃんにとって組長って寝てる人程度の認識しかないんじゃない。エリのエネルギー源が何かは開示してほしい。ねじれちゃんの自分の活力をエネルギーにする個性みたいな感じじゃない。詳細が明かされることはなさそうな気がするし、優先度は低そう。何年か後に心入れ替えたおばほが親父の治療だけをエリちゃんに頼むとか、病でないままのおばほと組長とエリちゃんだけのコマがあれば察する。エピソードなくてもチラッと回収してほしいな。活躍してほしいとか回収してほしいとかじゃないけど、サンクタムってどんな経歴と個性のやつだったのか、どういう風に切ったのか、あるいは逃げ延びたのかくらいは知りたかった。コンプレスもまだなんかあるんだよな。コンプレスが所持している個性消失玉がどんな風に使われるか楽しみ。ゼロクインの活躍オールマイトの後にやれるのかね。もしかしたらエピローグで活躍するとかじゃないだろうね。緑アイズクライジングはまだですか。デクはしがらき戦でライジングしそう。ついでにしがらきもオリジンあったしライジングする可能性ある。青山たちの戦争も終わったし、残りはオールマイトブスオールフォーアンデクブスしがらきゼロジロ佐藤相沢マイク白雲くらいか。
相沢マイク白雲のところにフワちゃん出ると予想。初代から2代目の譲渡方法。初代は個性なかったと思ってたのに継承できたの謎。押し付けられるがキーなんだろうけど。力をストックする個性ってワンフォーオールのせいで継承のイメージついてるけど、本来一個人の個性なんよね。一度筋トレで鍛えた力は衰えずにストックされるとかなんかな。二代目といえば、二代目と三代目の本名が気になる。これは願望だけど鎧武者をあのまま終わらせてほしくないな。実際には衰えを騙し騙し続けていたのが激化する戦況についていけなくなっただとか、いろんな事情があるとは思うけど求められたかったって言葉を拾うならワンチャンありそう。ただ求められるようになったから帰ってきましたってだけだと、ダサいのでその辺はうまいことやってほしい。鎧武者もあの年まで命がけでヒーロー活動続けて、独自ヒーローに名を連ねてたわけだから、俗物っぽく見えても根っこの部分はヒーローだと思う思想であってほしい。せめて個性だけでも知りたい。とにかくゼロ君たちの出番を早う。後でシュリーがどんなやつなのか気になりすぎるから出してほしい。合宿の教習で A 組と共に巻き込まれた B 組は青山君の内通のこと知ったのかな。彼らも被害者ではあるし知らないまま終わるということはないとは思うけど、知った場合どう感じるのかは少し気になった。ヒーローの卵だから正義感が勝るだろうけど A 組ほど親しいわけじゃないから。まるきり A 組と同じ心境というわけでもないんじゃないかと思って。はじめのおびき寄せ作戦からして少なくとも物間は知ってるんだろうな。誰よりも B 組の友達を大切にしてる物間が青山の件を知ったとき、どんな気持ちだったんだろう。体育祭の時は男の子だと思われてて声も男の子だった益子真子さん再登場待ってる。翼くんのこと周知されるのか気になる。伏線とは違うかもしれないけどお茶子の恋心の回収はしてほしいな。でかいのだとオールマイトへの予期と。爆豪最大の見せ場だけどこれは回収されるの分かってるしな。回収されるか分からないのだとやっぱりブレイブが一番気になる。映画キャラも登場してるしスピンオフオリジナルキャラも登場して活躍してほしい。ヒロコスデザイナーとか作者が作った本編に登場キャラもいるよね。爆豪は死に際が最大の見せ場じゃない。この後大きい見せ場がないなら復活をここまで引っ張る意味ないだろうし、この後だと思ってるよ。エッジショットの行動からして復活はするだろうし、ここまで引っ張るなら最大の見せ場これからって期待の声は多いよ。いやまあ、引っ張りすぎて復活前に他の戦場が決着つき始めて、戦う相手残ってなくね？とはなってる。この後活躍するでもないなら何のためにトップヒーローが、命落としてまで蘇らせたの？ってなるからな。ヒーローは目の前の命を見捨てないってのが前提にあるとして。爆豪は復活してもデクとクラスメイト褒めるぐらいしかやることなさそう。死が最大の見せ場というのはさすがにひねくれてる。オールマイトは爆豪の技で自爆とかいう予想あるけどどうだろ。オールマイトを終わらせただけでは飽き足らず、自分の技でオールマイトが自爆とか、とんでもない爆豪曇らせ案件やんけ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画で。